はい、どうもおはようございます。グッドクル YouTuber の橋田剛です。イエーイ、夢に向かって橋剛ってことで、今回なんですけど、今回はねもう簡単に済ましたいと思います。昨日のとにかくウイルスのね今回の関係でバッドホップっていうヒップホップ日本のね若いやつらが横浜アリーナでワンマンってことでねライブバッドホップワールドっていうのが本当はあったんですけど、やっぱみんないろんなアーティストも含め今コンサートとかライブですね、あとイベントとか全てや、スポーツもそうなんですけど無観客とかも含めもう中止になって、チケット払い戻しみたいな形になっちゃうんですけど、昨日のバッドホップに関してはもうそれじゃ俺ららしくないってことで、1億円の負債を背負ってでも無観客でライブをやる、でも本当だったらキャンセルすれば3000万で済んだけど1億で負債を抱えてやってで、クラファンですよね、クラウドファンディング、キャンプファイヤーの使ってとか、あと投げ銭ですよね、 YouTube の生配信するんでとか、DVD とか発売するんで、でもぜひ作り上げたステージを見てくれってことでバッドホップのメンバーたちはライブを実行したで生放送で僕はもう全部見たんですけど、もうすごい昔からファンでラジオもね見てるし、もう昔からバットオフはファーストの頃からずっと追いかけて見てたんですけど、やっぱりかっこいいなっていう、もうすごい僕からするともうすごい年下になっちゃうんですけど、いやもう年とか関係なく勇気づけられたし、なんかポジティブな気持ちになりました。最後ねティーバブロー君がね言ってた、何でももう僕らの姿を見て若い自分らより若いやつが、自分らができなかったとしてもそれを まくってくれるというか追い越してくれるような気持ちになってくれればこれを見てあれだし、今いろんなネガティブなこととかいろいろそういう発言とかいろんなやっかみとかねひがみとかいろんなこうやっぱ あるわけじゃないですか、結局金のためだろうとかそうやってやるのはとか言われたりするけど、そんなことを言ってること自体がもうそもそも要はアウトオーガン中ですよ、っていう話をしてて、ちょっとずれてたらすいませんね話が、そっちもずれてたあとじゃなくてね、とにかくなんか本当ねネガティブなことを言うとネガティブになる引き寄せの法則とかなんかいろんな言葉あるんですけど、本当そうで常にポジティブでいいじゃん、ネガティブの時もあるけどなんか無駄なネガティブっていうのは捨てようぜみたいな感じですね、なんかこの間の親ストップ嫁ストップ彼女ストップとかもそうですけど、そうやってストップされて変なこと言われてその一部しか成功できないよとか言われるからやらないとかもそうだし、でも一部のところを目指すからワクワクするし夢だしそれを狙うから楽しいし、 90% の成功があるところにボール投げてもう大きい、的があってそこに投げて入れるのは楽しくないじゃないですか、当たるだけであって余裕よりもより狭いところを目指すからかっこいいし、日本じゃなくて世界目指したいみたいなね、やっぱそれがすごい夢で各それぞれ皆さんあると思う。だしそのネガティブなことを言ってる連中、ネガティブ言いたくないんですけど、ネガティブなことを言ってる連中も結局普段聴いてる音楽とかドラマとかのアーティストっていうのは夢を歌ってたりするし、恋愛歌ってたりラブソング歌ってたりとかって、でも大体ねこうポジティブな歌を歌ってるわけじゃないですか皆さんアーティストは。でもそれを聴いて普段自分も高揚してうわっていい歌だなって思ってるのにそういう発言してんじゃねえよって話なんですよ。みんなが好きなアーティストはそれなんだけど自分が思うことはいやそういうの無理だな、やめといたらいいじゃなくてそのまんまそれ受け入れてレッツゴーすればいいじゃんかって僕は思います。映画でもファンタジーだったりアクションだったりいろんなエンターテインメントアメリカの映画とか見るとすげえって思う、俺もこうなりたいって思うそのまんまの気持ちでいいのかなと思うんですよね。でもなんかリアルになってもう今でこそねティッシュ買い占めたりとかトイレットペーパーとかマスク買い占めたりとかマスクを買い占める人がいて別に品切れしてないし別に生産追いついてるんだけどそういう人たちがいるから私も買っとかないとなくなっちゃうからとか言ってやってたんですよニュースで朝、なんだよそれみたいな、本当に知らないよもうそんなウォシュレットでピピでいいよもうそんなでいいさ、なんか本当そういうのが飛び交ってますよね。なんかそれよりもなんか、YouTube 見ててもそうだし何見ててもやっぱすげえ前向きな、ポジティブな連中の方がやっぱかっこいい、かっこいいですよね。女子でも男子でもかっこいい、若くても親父でもかっこいいっていうね風に思ったことをなんかこう伝えたいと思って、ただそれだけの動画になっちゃったんですけど、とにかくネガティブなんかもうポイ捨てもう捨ててマサランタウンから飛び出していこうってことです。なんかかましていけたらなって
それぞれ思いますし、ね、なんかみんなそれぞれでなんか全員と会って全員と話したり全員と会ったりとかってできないじゃないですか、世の中って。だからもうなんか、まあ、それはなんかああいうアーティストなんか特に思うと思うんですけど、まあ、この思い本当に届いてるかなみたいなのってすげえあると思うんですけど、まあ、小さかれどなんか僕もすごいそれは思います。なんかみんながっていうのは無理だけど、まあ、まずでもそのなんかマイナス思考、あーまあいいなちょっとですよね。それは言わないことはできるじゃんって話だから、そう思いましたってことで今回はこれで終了です。ポジティブに夢に向かってハッシュゴーってことで今回終わります。ということで YouTube、いいねボタン、すべてのボタン何でもいいからガンガンバタンバタンと押してください。はい、ということで僕スタービーチっていう出会い系サイトも相変わらずやってますんで、ポジティブにやってます。アカウント名はネピアです。はい、それでやっておりますということで今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。夢に向かってハッシュゴー、ありがとうございます。アディオス。